どうもドントテレビ新井です。今日はユダヤ人解説していきます。ユダヤ人とはユダヤ教という宗教を信仰している人です。厳密にはユダヤ教を信仰していなくても、先祖とか親がユダヤ教を信仰している場合、ユダヤ人やユダヤ系とされることが多いですが、基本的にはユダヤ教を信仰している人のことをユダヤ人と言います。ユダヤ人はただただユダヤ教を信仰しているだけで、ダイナミックな差別と迫害の歴史を歩むことになってしまいました。ユダヤ人が信仰しているユダヤ教や、ユダヤ人がどんな風に世界を生き抜いてきたかについて知ると、この世界の意外な一面が見えてきます。詳しく見ていきます。このチャンネルでは、こういった大人なら押さえておきたい教養をどこよりもわかりやすく解説しておりますので、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をお願いします。ユダヤ人が信仰しているユダヤ教が誕生したのは、紀元前13世紀頃で、今から3000年以上も前のことです。まず舞台となるのはエジプトです。紀元前13世紀頃のエジプトといえば超イケイケです。他の民族がまだ原始的な暮らしをしているのに、いち早く川のほとりに巨大な都市を作ってかなり栄えていました。そんなエジプト発展の源となっていたのは奴隷です。エジプトは周囲に戦争を仕掛けまくって、片っ端から他の民族を征服して奴隷にしていました。奴隷をエジプトの発展のために働かせることで、エジプトはどんどん栄えていったのです。エジプトといえばの巨大なピラミッドも、莫大な数の奴隷を無理やり働かせて作られたものです。この時にアラビア半島出身のとある遊牧民族もエジプトに戦争で負けて奴隷にされていました。この奴隷になった遊牧民族がユダヤ人の遠い祖先にあたります。遊牧民族たちは毎日エジプト人の言いなりになって過酷な強制労働に課されていたわけですが、ある時遊牧民族の中のリーダー的存在だった人物が、俺は神様の声を聞いたぞと宣言します。うわ、急にどうしたみたいな雰囲気になりそうですが、リーダーは続けて、神様がエジプトの東にあるイスラエルっていうところに我々のための新天地を用意してくださっている、だから我々は今すぐエジプトを脱出するべきなんだ、この辛い境遇から解放される時がやってきたのだと言い出したのです。急にリーダーが神の声を聞いたっていうのは若干怖いけど、何はともあれこのまま奴隷として生きていくのも辛すぎると思った遊牧民族たちは、リーダーの言葉に従うことを決めました。民族総出でエジプトからの脱出を試みたのです。奴隷が逃げたということで、当然エジプト人も追いかけてきます。すると遊牧民族たちは海岸に追い詰められてしまいました。前には海、後ろには追って、万事休すかと誰もが思うところですが、リーダーは諦めていませんでした。なんとリーダーが神に祈ると、神の力で前方の海がパカッと2つに割れて逃げ道ができたのです。これはチャンスと遊牧民族たちは必死にその割れた海の逃げ道を走ります。すると遊牧民族たちが渡り切ったところで海は元に戻り、逃げ道は海水で塞がれて、追いかけてきたエジプト人はみんな溺れてしまいました。こうして奴隷遊牧民族たちは神様の助けを得て、無事にエジプトから逃げ出すことができたのです。そしてその後リーダーは神様から、あなたたちは特別に選ばれた人たちです、だから私と契約を結んでくれたら最高に幸せにしますよとのメッセージを授かります。そして神様は、選ばれたあなたたちに守ってほしいこと10選みたいな10個の決まり事を提示します。内容としては、私以外の神様を神様だと認めないこと、神様の名前をみだりに呼ばないことといった神様に関することや、6日働いて1日休むというペースを守ることといった生活に関すること、それに親を敬うこと、殺生しないこと、人のものを盗まないこと、人のものを勝手に食べないこと、嘘をつかないことといった一般常識的なことや、女の人にいたずらしたりしないこと、人の奥さんを好きにならないことといった低層関連に関するようなこともありました。神様はこの10の約束を引っ提げて、この10個を守ってくれればあなたたちを幸せにしてあげますよというのです。いろいろと急な展開ですが、10の約束の内容もそんなに大変そうではないし、何より海を割ってまで自分たちを助けてくれた神様に遊牧民族たちはもう陶酔しています。みんな揃って、はい、守りますと神様との約束を守るように誓ったのです。この10の教えを守ると誓ったエジプト脱出遊牧民族と神様の間で始まったのがユダヤ教の原点です。
この時神様と約束をした人たちのことをユダヤ人と言います。ちょっと待って。なんか途中から納得いかないというか、エジプトが栄えていて奴隷をたくさん従えていたとか、奴隷労働がきつくて民族総出でエジプトを脱出したとかまではわからなくはないけど、海が2つに割れてそれで脱出成功とか、途中から完全にフィクションだよね。そう思うと神様との約束とかもおさんくさいし、どこからどこまでが本当なんだよという気がしますが、こういったストーリーは聖書に書いてあります。ユダヤ教の成立を知るためにはこの聖書から読み取っていくしかありません。ユダヤ人の誕生に関する書物は聖書以外に残っていないためです。どんな内容であれ、ユダヤ人について詳細に書かれた世界で一番古い書物が聖書なので、聖書を参考にするしかないのです。聖書がいつ誰によって書かれたのかは今現在まで謎のままです。ユダヤ人がエジプトを脱出した頃はまだユダヤ人は文字を使っていなかったので、聖書はいつの日かユダヤ人たちが先祖代々の話を語り継いで書き上げられたのではないかと考えられています。こういった話のそもそもが人伝いに語り継がれてきたものなので、どうしても海が割れたとかいった神秘的な話も入ってきてしまうのです。本当に海は割れたのか、本当にリーダーは神の声を聞いたのかなんてものは証明のしようがありませんが、とにかく海は割れた、リーダーが神のお告げを聞いたと聖書に書いてあり、その聖書が現在までユダヤ人に大切に読まれているというわけです。そういったユダヤ教成立の歴史を踏まえて、ここで大きなポイントとなるのは、ユダヤ教というのはユダヤ人が作ったユダヤ人のための宗教であるという点です。ユダヤ教というのは神が全世界を救います、全世界の人はみんなこの宗教を信じてねという感じでオープンに始まったわけではないのです。あくまでユダヤ教というのはエジプトでの奴隷労働に苦しんでいた一遊牧民族が自分たちが救われるためだけに作り出した宗教なのです。ユダヤ教の神はエジプトから命からがら逃げてきた遊牧民族に対してだけ、あなたたちは選ばれた存在です、だから幸せになるための契約を私としましょうと言っているわけなので、この遊牧民族以外の人を幸せにしようなんて思っていないわけです。つまり言ってみれば、ユダヤ教というのは選ばれた人しか信仰できない非常に排他的な宗教なのです。こういった私たちは選ばれた存在なのでという思想を選民思想と言います。非常に強い選民思想を持つのがユダヤ人の特徴なのです。私たちだけが神に選ばれた民という意識なので、ユダヤ人は世界中の人々をユダヤ教に改宗させようという気などありません。基本的にはユダヤ人の子供はユダヤ人という感じです。数少ない例外として、ユダヤ教について深く勉強し、神様が守ってほしいこと10選を守ると誓った人は、親がユダヤ教徒でなくてもユダヤ教に入信することができますが、基本的にはユダヤ教徒の子供がユダヤ教徒になるという感じです。まあ、選民思想って言っても、自分たちのために作った宗教を自分たちだけで深く信仰しているってだけで別に問題ないよね。逆に変に他の人に布教とかしてこなそうでいいかもねという感じがするかもしれませんが、ユダヤ人はこの選民思想のせいで苦難の歴史を歩むことになります。ユダヤ人の歩んできた歴史の話に戻ります。エジプト脱出に成功したユダヤ人はその後無事に神様の言っていた新天地イスラエルに到着します。イスラエルにはもともと住んでいた民族がいたのですが、神様が俺らの土地だって言ってるからということで、ユダヤ人たちは強引にイスラエル王国という国を建国しました。神様の言うことに従ってユダヤ人が作ったユダヤ人のための国が建国されたわけです。その後イスラエルごと他の大きな国に乗っ取られて、イスラエルは大きな国の植民地になるのですが、ユダヤ教信仰は禁止となることもなく、基本的にユダヤ人はみんなイスラエルの地で過ごします。多少のいざこざはあっても、神の示したイスラエルという地でユダヤ人はみんなまとまって気の合う仲間と暮らしていたわけですが、ユダヤ人がイスラエルの地に移り住んで1000年ほど経つと、ユダヤ教の存在を根底から揺るがす大事件が起こります。イエス・キリストの誕生です。イエスもイスラエルの地に生まれてユダヤ教の聖書を読み込んで育ったただの一ユダヤ人だったのですが、イエスにはユダヤ教の教えについてどうしても引っかかる箇所がありました。イエスが引っかかっていたのはユダヤ教の選民思想のところでした。神様の守ってほしいこと10選を守ったユダヤ人は幸せになれる、
なぜならユダヤ人は神から選ばれた特別な存在だからというところですね。イエスはこの先民思想について、なんだかさ、神様ってユダヤ人しか幸福にしませんみたいな、そんなケチくさい感じじゃなくて、全人類を幸福にするみたいな偉大な存在じゃないのと言い出します。それだけならまあ勝手にそう思っときなよという感じですが、あろうことかイエスは、私はそんなおかしなユダヤ教を終わらせるための救世主ですと言い出しました。というのも、ユダヤ人が信仰している聖書の中に、苦しんでいるユダヤ人のために必ずいつか神が救世主を向かわせますからねと記されているのです。それを踏まえてイエスは、自分こそ神が世界を救うために地上に使わした救世主であると宣言したわけです。とはいえ他のユダヤ人的には、そんなの勝手にイエスが言い出しただけだよねってな感じです。当然イエスのそんな主張を認めるはずがありません。ですが、そんなイエスを放っておいたところ、徐々にこのイエスの主張が多くの人の心を掴んでいったのです。最初は急に俺は救世主だとか言い出したおかしな人って感じだったのに、イエスの主張を聞くと、確かに神様ってもっと偉大で優しい存在な気がする、イエスの言っていることが正しいかもと思う人がだんだんと増えてきたのです。こうなると、今までのユダヤ教を信仰している人たちにとってイエスは無視できないような存在になってきます。そこで旧来のユダヤ教を熱心に信仰している人たちは、イエスを救世主と偽る危険人物として指名手配します。そして最終的にイエスはユダヤ人によって捕らえられて死刑にされてしまうのです。やばいことを言い出す奴は処刑されていなくなった、これで一件落着という感じですが、ここがユダヤ教の大きな分岐点だったのです。なんとイエスが死んだ後、イエスの考えに共感した弟子たちが頑張って布教しまくったので、イエスの言っていた先民思想のない新しいユダヤ教の勢力が大幅に拡大していくのです。このイエスの言っていた先民思想のない新しいユダヤ教というのは、今で言うキリスト教です。考えてみれば、ユダヤ人しか幸せになれません、なぜならユダヤ人は神に選ばれた特別な存在だからね、なんてユダヤ教よりも、神を信仰すればユダヤ人じゃなくてもどんな人でも幸せになれますよというキリスト教の方が万人受けしそうです。ユダヤ教の一教として生まれたキリスト教でしたが、ユダヤ人以外にも広く受け入れられて、猛スピードで全世界へと広まっていくのです。一方のユダヤ教はというと、イエスなんて知らない、キリスト教なんて知らない、私たちは私たちの神様を信じるだけですからという感じで、イスラエルの地でこじんまりとユダヤ人の間だけで信仰されていました。そんなユダヤ人たちにまたしても激震が走ります。イスラエルの地を追い出されるのです。もともと大きな国の植民地として存在していたユダヤ人たちの住処イスラエルですが、やっぱり一つの国として独立したいと思い立ったユダヤ人が、持ち主の大きな国に対して反乱を起こして返り討ちに遭ってしまいます。危険なことを企てるユダヤ人はもうイスラエルには置いておけないということで、ユダヤ人はイスラエルの地を追い出されてしまうのです。これ以降、イスラエルに住んでいたユダヤ人たちはヨーロッパ各地に逃げるように散り散りになりました。ヨーロッパの各地に移り住んで、ひっそりとユダヤ人コミュニティを作って暮らすようになったのです。ユダヤ教はキリスト教と違って先民思想を持つユダヤ人のためだけの宗教なので、ヨーロッパ各地でユダヤ教が広まるようなことはなく、あくまでも移民であるユダヤ人の間で信仰される宗教のままでした。ですが、こうしたユダヤ教とは対照的に、キリスト教はヨーロッパで空前の大ブームになっていました。基本的にヨーロッパの人々はみんなキリスト教を信仰していると言えるような状態になっていたのです。そうなるとユダヤ人の立ち位置は最悪です。キリスト教徒の間では、ユダヤ人はキリスト教の創始者イエス様を救世主だと認めず、イエス様を死に追いやった奴らであると信じられているわけです。つまりユダヤ人はキリストを殺したヤバい民族というのがヨーロッパの常識になっていたわけです。そのためユダヤ人はヨーロッパの国々であからさまな差別や迫害を受けるようになります。この時代のヨーロッパは、何が正しいかといったらキリスト教の教えといった感じで国が成り立っていた時期です。つまりキリスト教は政治や行政にまで深く入り込んでいたのです。なので、ユダヤ人はなんとなく嫌だよねといった感情的なレベルではなく、
法律や社会制度のレベルでユダヤ人は差別や迫害を受けていたわけです。ユダヤ人は自分の土地を持つことを法律で禁止されていました。この頃主流だった働き方は農業です。そんな中、土地を持てないということは誰かの農地で働かせてもらうしかないわけです。それでいてユダヤ人はキリスト教徒にとっては裏切り者みたいな扱いを受けているわけなので、働かせてもらえたとしても待っているのは人とも扱ってくれないような過酷な労働環境です。まあ、もともと排他的な思想だったし、かわいそうだけどキリスト教の国ではしょうがないかという気がしますが、ユダヤ人は想像の斜め上を行くタフさです。なんとユダヤ人は、私たちがこんなに大変な思いをするのは私たちが神に選ばれた特別な存在だからだと考えます。神に選ばれた特別な存在の私たちはこんな苦難にへこたれてはいけないと思うわけです。まさしく先民思想ゴリゴリで差別や迫害を乗り切っていくのです。土地を持てず人間扱いされなくてもユダヤ人は決してへこたれません。それどころか、土地を所有できないんだったら逆に土地がいらない仕事をして生き抜こうとたくましく発想を転換します。そこでユダヤ人は農業全盛期の時代にいち早く大規模な貿易業を始めます。みんなが土地を持って農業をしている中、法的に土地を持てないユダヤ人は商品を遠くまで仕入れに行って別の地域まで運んで高値で売るという貿易を大々的にやり出したのです。遠くまで行って商品を仕入れてくるということは、定住せずに旅をしながら暮らすことになります。土地を持たないユダヤ人だからこそこんな働き方ができるわけです。他にもユダヤ人は金融業を大々的に始めました。お金を貸して後でちょっと多く返してもらう、つまり貸したお金から利子を得ることで利益を得るわけです。今でこそ銀行が当たり前にこういったお金貸しの仕事をしているわけですが、実はこういった金貸し業はキリスト教的にはやってはいけない仕事とみなされていました。というのも、ユダヤ人もキリスト教徒も参考にしている聖書に、同胞には利子をつけて貸してはならないと書いてあるのです。問題は同胞にはの部分です。先民思想ゴリゴリのユダヤ人にとって同胞といえば当然ユダヤ人だけを指します。ですが、全世界の人が幸せになるべきというキリスト教的には全人類が同胞なのです。つまりキリスト教的に聖書を解釈すると、どんな人にも利子をつけて貸してはならないとなるのですが、ユダヤ教的に聖書を解釈すると、ユダヤ人には利子をつけて貸してはならない、ユダヤ人以外には利子をつけて貸しても OK となるわけです。こうしてユダヤ人はキリスト教徒が手を出せない金融業を始めたわけです。こんな感じで迫害されていたためにやむを得ず始めた貿易業や金融業ですが、これが大成功します。成功の鍵は同志ユダヤ人たちでした。イスラエルを追い出されて世界中に散らばったユダヤ人は、大体どこの国でも迫害されていたため、同じ苦難に耐えている仲間としてユダヤ人同士の連帯感が非常に強かったのです。世界のいろんなところに散り散りになったユダヤ人のネットワークが貿易にも金融にも大いに役立ったのです。世界各地のユダヤ人同士で物の交換をし合って貿易は大成功し、金融に関してもいろんな国のユダヤ人同士で情報をやり取りして、この国の王様が今お金欲しそうにしてるとか、この国の王様に貸したら多分踏み倒されるよみたいな情報ネットワークを駆使してうまくやっていったのです。するとだんだんと文明が発展していくにつれて、農業よりも貿易とか金融の方が圧倒的に儲かるようになっていきました。こうしていつの間にかユダヤ人たちは世界でも有数のお金持ちになっていったのです。ですが、こうなると今度は豊かなユダヤ人がキリスト教徒たちの嫉妬の対象となります。自分たちは一生懸命土を耕したりして働いてるのにこんなに貧乏で、ユダヤ人たちは貿易だとか言ってよくわからない商品を高値で売りつけたり、困っている人に高い利子をつけて金を貸して大儲けをしているなんてずるい奴らだというわけです。するとヨーロッパでユダヤ人の陰謀論が大流行します。世界各地でお金を儲けまくっているユダヤ人は最終的に世界の王となって世界征服をしようとしているといった突拍子もないものから、このチャンネルでも紹介したフランス革命は
ユダヤ人がお金儲けするために起こした革命なんだとか、アメリカの南北戦争もユダヤ人が黒幕だとか、あることないこと言われまくるようになります。ユダヤ人があまりに大きな富を持ちすぎてしまったので、世界中の人が嫉妬するような感じで、いろんなタイミングでいろんな陰謀論が飛び交うようになっていたのです。まあそんな陰謀論なんて言わせておけばいいんじゃないという気もしますが、そう気楽なことも言ってられない事件が起きます。ナチスのホロコーストです。ナチスドイツを作ったヒトラーもユダヤ人の陰謀論を利用した一人だったのです。ヒトラーが政治の世界に登場した時のドイツは第一次世界大戦で敗れ、国内が大荒れでした。そんな中ヒトラーは、ドイツが第一次大戦に負けたのはドイツ国内のユダヤ人が裏切ったせいだ、ドイツが戦争に負けて大変な目に遭っているのは全部国内のユダヤ人が悪いんですと盛んに呼びかけました。実際にドイツが戦争で負けた後に、ユダヤ人がドイツ国内の様々な要職に就いたので、ユダヤ人が出世するためにドイツを戦争で一回負けさせたんだと呼びかけていたのですが、たまたま優秀だったユダヤ人がドイツ国内で出世していっただけで、戦争中多くのユダヤ人が他のドイツ人と同じように兵士として戦争に参加していて、ユダヤ人はドイツの戦争にかなり協力的だったので、ユダヤ人のせいでドイツは戦争に負けたんだというのはヒトラーのでっち上げた陰謀論だと考えられています。ですが結果としてヒトラーはドイツ国民の心をがっちりと掴んだのでした。戦争に負けて国内がボロボロになっている時に、自分たちは悪くない、国内のユダヤ人が悪かったんだよというヒトラーの言葉は、ドイツ国民にとって非常に耳障りが良かったのです。こうしてヒトラーは反ユダヤ人を掲げて国内の人気を集めてドイツの首相となります。ヒトラーが選挙で首相になった時には別に大統領がいたのですが、ちょうど大統領が病死したので、ヒトラーが首相と大統領を兼任した総統というポジションにつきました。総統はドイツ国内の全権を持っています。言うなれば独裁者です。具体的には国内の人事は思うがままですし、国会を開かなくても法律を作ることができます。ヒトラーはドイツの政治のトップになると、ユダヤ人を公職から追放することを手始めに、ユダヤ人から参政権を奪ったり、ユダヤ人がユダヤ人以外のドイツ人と結婚することを禁じたりするなど、ユダヤ人を迫害する法律を次々と作っていったのです。そして最後にはユダヤ人絶滅政策、いわゆるホロコーストを実行します。ドイツ国内のユダヤ人はとにかく捕まえて強制収容所に送ることという通達がなされたのです。こうして最終的に600万人ものユダヤ人が虐殺されたのです。ユダヤ人はユダヤ教を信仰していたというだけで、ここまで悲しい歴史を歩むことになってしまったのです。ですがユダヤ人は本当にタフです。ユダヤ人は何があっても、私たちがこんなに大変な思いをするのは神が特別な民である私たちに試練を与えているからだと信じています。この先民思想があったからこそ、どんなに迫害されてもユダヤ教がなくなることはなく、むしろユダヤ人たちの結束を強めていくことになり、今現在までユダヤ人は世界中で生活しています。ドイツのホロコーストの後、さすがにここまでの大虐殺はやってはいけないことだよねという空気が一気に世界中に広がりました。今現在は世界の人権意識が進んで、世界中で差別をなくそうという雰囲気になっているので、ユダヤ人なんて差別されて当然という感じではなくなってきています。今現在も欧米各国ではキリスト教が広く信仰されていますが、それ以前に人権を擁護する国であると宣言しているので、国家としてユダヤ人差別は禁止されています。むしろアメリカではお金持ちのユダヤ人にこびるような形で、ものすごくユダヤ人利益の政治が行われています。アメリカで大きなビジネスをしてたくさんお金を稼いで、アメリカにたくさん税金を払ってくれている、ユダヤ人ありがとうということですね。例えばユダヤ人の国イスラエルと周囲の国が対立したら、アメリカは必ずイスラエルの方を持っています。とはいえ、ユダヤ人に対する差別がこの世界から完全になくなったとは言えません。個人のレベルではユダヤ人ばっかりお金持ちでずるい、許せないという嫉妬の感情を持つ人も少なくはありません。そのためか、相変わらずユダヤ人の陰謀は世界各国で根強い人気です。ネットで調べてみると、ものすごい数のユダヤ人の陰謀論が出てくるような現状は変わっていません。まとめますと、ユダヤ人とはもともと
エジプトで奴隷として働かされていた民族を祖先として始まった宗教ユダヤ教を信仰している人々で、その成立の経緯から自分たちは神に選ばれた民族であるという先民思想を強く持っていた。イスラエルにユダヤ人国家を成立させて1000年くらい暮らすが、その後イスラエルから追い出されてヨーロッパ各地に逃げるようにちりぢりになった。ヨーロッパ各国ではユダヤ教から派生して誕生したキリスト教が大流行しており、キリスト教徒からイエスを殺した者とみなされて長年迫害された。ですがへこたれずに先民思想で迫害を乗り切って貿易や金融の分野で大活躍し大金持ちになった。大成功しすぎてしまったので他の人々の嫉妬を買い、ユダヤ人の陰謀が信じられホロコーストが起こってしまった。ホロコーストの反省を踏まえて世界中が差別反対の雰囲気になっていったので、陰謀論とか嫉妬とかはまだあるものの普通に世界中で暮らしているといった具合になります。今日はユダヤ人解説しました。他にも解説してほしいテーマがありましたらコメント欄で教えてください。この動画が良かったと思った方は高評価ボタン押してくださいね。ぶっちゃけ僕がユダヤ人についてどう思っているかはチャンネルメンバーシップ限定動画で話しているので、気になる方は青色のメンバーになるボタンを押してみてくださいね。ではまた。